はいどうもトロです。イベントと5章のね配信の予定が遅れるということで少し時間ができたので、かなり久しぶりに考察をしてみました。今回は先日誕生日を迎えたオルト君についてなんですけど、若干ショッキングな内容を含みますので覚悟のある方のみ動画をねご視聴くださいませ。あくまでも今考えられる可能性の一つなので今回の考察通りにいかないことをね、祈っております。それでは早速見ていきましょう。最初にオルト君について、簡単におさらいをします。オルト・シュラウドはイデアの弟で、兄弟ともにヘラクレスからインスパイアされた勤勉な精神に基づく領、イグニハイドに属しています。で、それ以外のことは結構謎に満ち溢れていて、年齢や学年が不明、部活にも入っておらず、そもそも生徒として登録されているのかも、不明だったり、なぜかロボットの体、かっこイデア製というね、ミステリアスボイなんですよね。で、魔法とは異なる魔導エネルギーを使うものすんごいビームを打てたり、ハッキングから人間の治癒まで、何でもこなす、まるでね、神のような力を備えているのも、特徴です。可愛い顔立ちにイデアお兄ちゃんのことがね大好きな無邪気で可愛い子なんですけど、それとは裏腹に神のような力を持ち合わせていて、最強のギャップ萌えというね言葉が似合う男の子なんじゃないでしょうか。はい、オルトの元ネタについてお話しする前にツイステのキャラの元ネタについて、簡単にお話しさせていただきます。今まではイデアの元ネタはハデスといったように1キャライコールディズニーの1キャラと考えられることがね多かったと思うんですけど、先日教師陣のねプロフィールが公開されたことで、1キャライコールベースとなるディズニーキャラプラス様々なキャラの要素という考え方が、濃厚となりました。詳しくはねこちらの過去の動画をねご覧ください。おそらく物語的に量を7つだけにする必要があって、このようなキャラの構築方法にしてるんじゃないかなと思います。ディズニー作品ごとに量を作っていたら、物語的にも、ソーシャルゲームとしてもね、収集がつかなくなったりしますしね。でそれを踏まえてオルトの元ネタについてなんですけど、ヘラクレスのハデスをベースにハーク、かっこヘラクレスの要素や、それに加えてロボットというね無生物という括りでベイマックスやピノキオ、ファイアーボールあたりの要素を含んでいると思います。一つずつね簡単に説明しますと、ハデスモチーフのイデアと兄弟という設定から、外見はねそれに合わせてハデスがベースになっていると考えられます。で、ハークの要素については、先に述べた通り、オルトは神に匹敵する力を持ってるんですよね。ルチウス、今木から下ろしてあげるよビームのシーンで、木を真っ二つにしてしまうところも、ヘラクレス の人間に育てられていた頃の、ハークを彷彿させますよね。街一つめちゃくちゃにね、してましたもんね。で、どっちも本人に悪気はないっていう点もね、似てます。あと、ハークは神から人間。オルトは裏がなければ人間からロボットというように異なる種族、2つの種族をね経験していますよね。それ以外にもね今回省略してる点もあるんですけど、オルトとハークは結構ね共通点が多いかなと感じられます。で次に無生物という括りについてなんですけど、ピノキオについては他の方もね考察されているので、説明不要だと思います。ファイアーボールに関しては完全に外見ですね。はい。で、今回特にお話ししたいのが、ベイマックスの部分ですね。ベイマックスという作品は、兄弟の絆や、大切な人の死や喪失といったことをね、テーマの一つにしており、シュラウド兄弟にも、ぴったりと当てはまりそうですよね。さらに、いくつかのパーソナルストーリーで明かされていますが、オルトは最先端の医療ツールや、生物の位置を検索する機能などを搭載していて、それもベイマックスと、重なります。あとは、こじつけに近いんですけど、イデア氏がね、忍者や、東方の文化を知っていたり、ベイマックス劇中で、タダ氏がベイマックスのテストを成功させたのが84回目。この数字を分解すると、8と10と4となって、オルトの誕生日だったり、身長のね、数字になるんですよね。ベイマックスを知らないよっていう方はね、本当に名作なので、この機会にぜひ一度見てみてください。個人的にね、大好きなディズニー作品の3本指に、入る作品です。
話は変わり、オルトはなぜロボットの体なのか。現時点ではその理由は明かされていませんが、いくつかヒントは散りばめられています。オルト実験技のパーソナルストーリーにて、最先端の医療ツールなんか今更つけても意味なんてない。元はといえば僕が、とイデア氏が発言しており、このことからイデア氏が原因で、オルトは最先端の医療でないと助けられない状態となったと読み解くことができます。つまり何かしらの事故などで、オルトは命の危機にさらされた状態となり、イデア氏がオルトに機械の体を与えて、ユニーク魔法か何かで、オルトの魂を移したと考えるのが、まあ普通でしょう。オルトの式典服のエピソードで、イデアが入学した2年前はオルトは見てるだけだったと言っていたことから、事故は2年よりも前に起きていて、まあそこから入院していた。もしくはゴーストの状態になっていたのかな。で、イデアが3年生になるまでのどこかで機械の体を完成させて今に至るという流れだと思います。ただ、オルトの体を作るよりも最先端の医療ツールだけを作った方が、まあ、早い気もするので、何かしらの事故でオルトはすぐに亡くなってしまって、しばらくゴーストだった可能性の方がね、高いかもしれません。で、まあこの機械の体、ロボットの器にオルトの魂を移したという説とは別に、もう一つ可能性があるんです。まあ、めちゃくちゃ長い前振りになってしまいましたが、ここからが今回お話ししたい内容となります。で、この先がほんとショッキングな内容になっていますので、覚悟してご覧いただければなと思います。はい。もう一つの説というのが、本当のオルトはすでに現世におらず、今のオルトはただのロボットであるという説です。まあ理由はね、大きく二つありますので、順を追って説明させていただきます。オルト式典服のエピソードにて、オルトが気になる一言を言っていました。僕が欲しいのは今の僕と兄さんの本物のメモリー。これは今の僕って言ってることから、ロボットになってからの思い出が欲しいと解釈することができ、同時にロボットになる前の記憶、すなわち生前の記憶は本物ではないと言ってることになります。オルトの魂が宿っているなら、そんなこと言うのかというね、疑問が残ります。また、記憶や思い出ではなくて、メモリーと言ってる点もポイントです。式典服のエピソードで、オルトは入学式の出来事を思い出していましたが、データの読み込みに時間がかかったと言ってます。これは記憶ではなくって、記憶媒体から過去の記録をロードしていたことになりますよね。なので、これらから、今のオルトの記憶はすべてメモリー、まあ、記憶媒体に記録されているもので、生前の記憶プラスロボットになってからの出来事を常にメモリーに書き込んでいることになると思います。つまりオルトの魂を宿していなくても、ただのロボットがメモリーに記録された情報を読み込むことで、オルトとして振る舞うことができてしまうということです。アズールの実験技のエピソードで、オルトに厳重なセキュリティがかけられていることが発覚しますが、その際にイデア氏は、大切なオルトの中身だから捉えないように厳重なセキュリティをかけていると説明しています。そのメモリーを失った時、本当の意味でオルトを失ってしまうのではないでしょうか。パーソナルストーリーで、グリムやビル、リドルがオルトのことをロボットと呼ぶ場面があったり、兄のイデアもオルトの改造を楽しんでいたり、授業で補習を避けるためにオルトを利用しようとする場面があります。オルト自身も人間ではなくて、ロボットということをね、自覚しているんですよね。またシルバーの怪我を治療する際に、人間の場合は治療って言うんだっけと、もともと人間ではなかったかのような発言もします。もしオルトの魂を宿しているんだったら、他人からロボットと言われた際に、ガチギレしますよね、普通は。あと、イデアがオルトの魂をロボットの体に定着させたんだったら、イデアはオルトを人間として接すると思うんですよ。まあ、鋼の錬金術師のようにね、まあ、実の弟なんだし。だけど、改造を楽しんだり、オルトの睡眠をスリープとね、表現したりと、イデアもオルトのことをね、結構ロボット扱いしているんですよね。はい。まとめると、オルトの記憶は記憶媒体で管理している可能性が、非常に高いこと。オルトやイデア、周りの人間がオルトを人間として接していないことから、
本当のオルトはすでに現世におらず、今のオルトはただのロボットである可能性が、考えられます。あんま考えたくないですけどね。はい、せっかくなのでこの仮説を踏まえた上で少し6章の、考察というか、まあ妄想ですね、してみようかなと思います。各章でオーバーブロッドしてしまった子たちは家庭環境やコンプレックスなどの問題を抱えていましたが、イデアとオルトは兄弟なので、兄弟絡みの何かしらの問題を抱えていると見ていいでしょう。イデア式典服のエピソードで、イデアは自身とマレウスを比較して、最初から何かを持っている人間と僕は違う、どうして忘れてたんだろうと嘆いていたり、イデアの運動着のエピソードでは、ラギーからね、シュラウド一家が名門一家と言われて、イデアはそんないいもんじゃないと返しています。妄想の域を出ませんが、これらのことからイデアよりもオルトの方が優秀で、イデアは劣等感を感じていたり、もしかしたらシュラウド家の両親はイデアよりもオルトに期待していたというね、そういう過去を持っているのかもしれません。オルトのねモチーフに含まれているかもしれないベイマックスでも、弟のヒロの方がね飛び級できるレベルで、頭が良かったですよね。そんな感じに、両親がね兄弟を比較していたり、理想を押し付ける両親だったり、でそれに嫌気をさしたイデアがそのプチ家出をしたとか、それだったらリドルとは対照的になるのかな。でそのプチ家出中に、ベイマックスみたく何か事故が起きた、家に雷が落ちた、何者かに家族が襲撃された、とかだったら、イデアが口にした元はといえば僕がという点もね、合致するかなと思います。正直ね、細かいストーリーについては、妄想域を出ることは絶対できないんですけど、こんな感じのね重たいストーリーはぶち込んできそうですよね。で、あとヘラクレスの物語では自分とは誰なのか、いるべき場所っていうのがね、テーマの一つとして描かれているので、本物ではないただのロボットであるオルトがハーク、カッコヘラクレスをなぞっていくかもしれないですね。なんかここまで言ってて思ったんだけど、オルト君自分の中でキングダムハーツのリクレプリカみたいだなと、ちょっと思いました。切ないっすね。ピンとこない方はちょっとごめんなさい。はい、という感じですね。ちょっとね辛くてね切ない感じのお話となったので、いつもみたいに悪ふざけすることがねできませんでしたが、どんな形であってもこの兄弟にはね絶対に幸せになってもらいたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。